はい、さい、皆さんどうも、こんばんは。闘牛実況のさなぎ畑石です。変な始まり方。はい、ギリギリにスタジオ入りすぎて CD セットするの忘れておりました。いつもの曲がまだ流れておりませんが、番組はスタートです。ヤグイのセッティングはしたのに。あの音楽の準備が、はい、まだできておりませんでした。はい、いつもはこの感じで始まります。午後7時をお伝えします。はい、さい、ワイドワイドワイド、はい、皆さんこんばんはね。先ほど音楽が流れずにいきなり声からスタートになりましたが、はい、今から番組始まりますよ。伊波大志の闘牛列伝のお時間です。今日は5月11日です。昨日は5月10日母の日でございました。さあ、この番組は沖縄伝統の文化闘牛牛折らせについて語っていく闘牛情報バラエティ番組となっております。パーソナリティは沖縄唯一の闘牛実況アナウンサー、さあ、伊波大志がお届けしていきます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さあ、そしてなんとですね、はい、今日はスタジオにあの方が来てくれましたよ。はい、自己紹介お願いします。はいはい、皆さんこんばんは。コロナで大変ですね。キャラマスト氏です。アッシェマスト氏が帰ってきました。はいはいはい、帰ってきました。まあ事情はね、分かる人は分かるんですけどね、はい、いろいろありまして、はい、今日から復活。まあ、この番組どれぐらいよ、ね、ってね、2ヶ月はいないよ。2ヶ月ぐらいいなくなってたか。あの、その代わりにね、あの中野浩一ができた。そう、中野浩一が来たり、あのその周りの、ね、女の子子供たちが来たり、いや面白かったよ。はい、やっぱ子供たちが来たら面白いな。いろんなこと俺たちでは言えないようなこととか。はあ、しゃべよ、もうね、しかもね、今日でちょうど7年目ですよ、この番組。は？前頭翌日だったから、この番組始まったの7年前。うん、俺が19の時だから。あ、だったっけ。うん、仕事帰りに、あの、そうそう、あ、そうだよ、確かに番組一発目前頭の翌日だったよな。今日から始まりますみたいな。そう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 。ああ、はい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 。しかも前日に、前日に決まったからね、俺出れよって。そうだな、俺番組やるから、明日から FM まで番組やるから、うん、いや来いよみたいな感じだ。最初8時だって言うよ、この番組は。そう、8時。うん、そうそう、あ、そうそう、8時から30分間のやつで、俺が番組やる前は誰がやったかな、7時台が空いてなかったわけよ。うん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 、でその方が抜けることになって、あ、じゃあ7時台がいいやつだって、俺7時にやることだったわけよ。うんうん、その当時は8時だった。そうそう、うんうんうん、ちょうどね、あの時8時だったから、牛小屋終わってる時間になって言われたことがあったわけよ。そう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 、もう羽身も上げて全部、そうそうそう、終わらして、もう帰ってる時間だよっていう人たちいたから、うん、じゃあ今はね、みんな聞いてくれてね、うん、本当に。そう、徳之島からも、だから徳之島のスポンサーもついたりとか。そうそうそう、はい、徳之島もだし、またね、宇和島方面もね、宇和島、新潟県とか、はいはいはい、まあ、その他府県の方々もね、聞いてくれて、うん、また闘牛見たことないっていう人もね、この番組聞いて、あの闘牛大会にね、来たりとかしてくれる方もいますし、うん、いや、多いよや、うん、あのわざわざ、あの役所の関係者で牛好きな方がいて、うんうんうん、うるま市役所ね、この番組が面白すぎて、本来だったらもう7時過ぎぐらいには落ち着いてしまうって、わざと遠回りしてから遠道してから帰ってるよって、最後まで聞きたくて、うん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 、お家の駐車場ガレージについてるのに、はあ、もう車から降りられんって言ってる人もいたよ。あんなになっていうね、本当にね、あんた、ありがとうございますだよね。いや、本当本当本当、7年目です、本当にね。今日からまた僕も復活して、はい、やっていきますので、ね、うん、いや、だからすごいな、考えたら、まあ、全国で見てもレギュラーで闘牛の番組やってるとないからや。全国でもよ。うん、まあ沖縄のね、歴史民謡番組とか、うんうんうん、そういったのあるけど、うん、闘牛だけで喋る番組でないからや。長寿番組にしたいよね、この番組ね。ああ、いいな。あ、でも7年だったら FM ルーマで一応割と長い方になってきたな、うん、当時はまだ全然新入りだったけど、うんうんうん、もう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 レギュラーですよ、この番組も。ああ、いいね、うん、いやいやいや、いろんな形でまたね、うん、情報を届けていきますので、はいはいはい、皆さんよろしくお願いしますね。闘牛がなくてね、本当に前頭翌日はこの番組だったらね、昨日の大会はね、結果とかね、言ったけど。ああ、そうだな、本来であればもうあれだよ、闘牛だや、うん、
前頭、昨日の前頭あれだったやーって、すごかったらタイトルマッチ、あ、クラウンと邁進竜王とかで、ね、そんな話してたんだよ、絶対。いや、軽量金箔本大吉、ああ、やばかったなーとかよ、そんな話してたはずなわけよ。うんうん、まあ、それもね、なく、まあみんな何してるんですかね、いや、牛からよ。ゴールデン行く徳之島、何したのかな。なお、鈴奈ちゃん。あ、鈴奈ちゃんね。うん、うん。沖縄にほら、入学式で来たんだっけ、沖縄の学校歩くって言って来たけど、うん、おかげさまでコロナで、また戻ったみたいな。学校も始まってないから、俺行ったら、選手電話つないでから、うん、あんだけ感動な番組だってさ、うん、35分ぐらいの特集、うんうん、NHK だよ、うん。NHK だから CM もないし。うん、もうずっとフルで鈴奈ちゃんが特集されてて、うんね、牛が好きでチャンピオン取って、うん、だけどしばらくの間美容師を目指して学校沖縄本島に行くから、うん、牛とお別れ、うん、あんな感動のもの見た時に鈴ちゃんどこにいるのってたあ今島いますぐ入学式もないからもう島に帰ってきました、ね、あんな感動的な船飲んで出方もしたのにねデージ感動なバイバイお別れみたいなしばらく牛とお別れだねと思ったらいや次の週フェイスブックに普通に上げてよやこれなんか普通にビーバー持ってきたあれ受けたやいやなもうなんか不思議な感覚だったなでもね本当にコロナの影響でね自粛ムードでね、うん、なってますけど僕何してたかって言ったらよ、うん、大知るフェイスブックほらよくやるじゃんあれ見たりとか、うん、うち追加済ましてるわけ一応あ、ツイキャス自分、うんうん、ツイキャスもやったりとか Facebook でライブ配信とかしたりとかもうそれしかないわけよ暇だからはい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 で、今ほらオンライン飲み会ってあるじゃんあ、オンライン飲み会をなんかパソコンとか携帯で繋いで各地域の人たちと飲むっていうあれ面白いよあれね、うちツイキャスでやってるわけあー、ツイキャスで、はいはい、うん、あのツイキャスのこの友達がいて、うんうん、沖縄の方なんだけどこの人たちとまあ毎週土曜日か飲んでますよへえ、うん、結構面白いつまんないだろうって思ったけど、うん、結構面白いいや分かるよあのズーム飲み会オンライン飲み会って意外とマジで2時間3時間普通に飲めるよや、うん、飲める飲めるうん、うん、でなんか携帯とかちっちゃい画面で、ね、飲んで何が面白いかと思うかもしれんけど、うん、あの全然音声のタイムラグもないしそう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 普通に喋れるからうんうんうんで気使わないさ、うん、居酒屋とかじゃなくなんか料理も、うん、あだなんか注文とかでもなく、うんうんうん、ちょっとはトイレ行ってこうやとか冷蔵庫か飲み物取ってこうやとか感覚出てきるさ、うん、しかもトイレも困らないさおお楽だな自分のお家だから、うんうん、で自分のお家だからちょっと横なりながらとかそう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 俺少し眠いやつだ横なろうやとかでもできるからや、うん、あれいいよあれねいいよとっても面白い、うんうん、あれってなんかね牛関係者とタイミング合わせて、うん、ズームで牛小屋からや、うん中継つないで、うん、でも機械音痴が多いからなだからなズームでいや確かにやこれやっぱ面白いけどなお互いに今牛の情報を飛んだかみたいな、うん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 、牛見せながらもねそう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 、うんうん、あ今仕上がりこんなだねっていう、うん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 、あこれをちゃんと覚えればよ今後よ、うん、なんか対戦で組むときに、うん、どこどこの牛と対戦話上がってるけどどんなかと、うん、やんばるまでわざわざ牛見に行くの大変やつさ、うんうんうんだズーム映せと携帯にえはいはいちょっともっとお尻映せお尻とかえだやだ足の方映してみまあもっとバック下がれっていう全体見てはいはいオッケーいいよこれだったら、うん、組んでいいよっていうようなものが今後なるはずよ、うん、なってほしいよねうんうん、うん、また連合会もねこの連合会っていうか組合組合でねあの組み合わせ、うん、なんていうのオンライン組み合わせよああうんこれ YouTube 流してからそうそうそうおおあれとあれ決まったのかとか俺軽量もよ、うん、ボクシングとかの軽量ってニュースになるさ、うん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 、井上がはい今日軽量がありました、うん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 、でおおリミット何キロでクリアしましたとか、うんうんうん、あんなのも軽量級中量級体重測るんだから、うん、あれも YouTube 流していいと思うばい そうそれも一つの演出としてよ結局は公表するんだからねうん、うん公表するんだから別に隠し事をするわけでもないしねそうそうそう結局みんなわかるさねでみんなどういうふうにして体重測ってるかとかわからんからそう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 あこんなして体重測ってこういうふうにして数字が出るんだっていう見せ方や、うんう
俺でも例えばじゃあ徳之島で誰かがよ今日経理終わります YouTube 生配信したら俺1時間平気で見るはずよ確かにおあはいこの時間ギリギリだよ言われたよ言われたっていうかあれだったよあの軽量級ほらうちよく行くじゃん、うん、あの軽量見に、うん、そしたらその終わった後だったかなたまたまこの日にちょっと内地の人がいて、うん、飲んでたから、うん、そういえば闘牛って軽量オーバーになった時ってどうするんですかって言うから、うん、宇宙にこのゴミ処理場歩かすよって言ったら、うん、歩かした、うん、で歩かしたと体重が落ちるのみんなびっくりするからは1時間歩かしたら10キロ落ちるばっていう落ちるからや人間落ちないけどやとか言っちゃう一時期順風巧みの時だったかな順風巧みよ、うんうんうん、あれがハクビとなった時じゃなかったかなオーバーしてトラック乗せて砂浜まで歩かしてなかったかああ、だったはず、うん。うん、砂浜まで持って行ってから。うん、逆パターンもあるよね、うん。砂浜に持って行って、歩かして、持ってくる人もいるじゃん。ああ、うんうん、最初で午前中で歩かしといて。そうそうそう。うんうんうん。それか闘技場で、まあ、ジャーナらしいっていうのかな。はいはい。そういうのをやさせて、持ってくる人もいるしね。昔、岩流パンダがたった1キロでダメだった時あったよ。いや。本当に1キロ1キロや、うん、沖縄の場合は10キロ単位差、うん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 、もう850か860、うん、もしくは840、10キロ単位だけど、うん、徳之島の場合1キロ計算差あの時のミニ軽量が確か750、うん、岩流パンダ751キロで失格やどうにかならんかったわと思うがあれはちょっとショックよや10分ちょうだいでもしかしたら10分でもどうにかなるかもしれない、うん、C 倍したらでそれ徳之島はまた徹底だからねああ、うん、で沖縄はいずれこうなるはずよ、うん、だから何時間いないとかボクシングの場合はよ2時間だったかなお1回オーバーするでしょ、うん、そっから2時間は猶予与えられるはずああそうなんだだからその後にだからサウナ行ったりとか汗出して落ちれば OK なんか全部の計する人もいる下の計下の計もええーうん、もうグラムだからあはあ、だから最終的にパンツ脱ぐやつもいるさ、うんうんうん、あトランクスも全部脱いですっぽんぽんで乗る人もいるへー、うん、髪の毛も剃る人もいたぐらいになるへえたった 1g、2g でも失格だからあはあ、でも軽量重力でしょ、うん、ずっと唾液だけペットボトルに唾出してるってへえもうそういった体の水分というものを全部出してもう本当にちょっとの差だからはあギリギリまでやってるからもう本当に限界なわけよでそっからさらにグラム落とすっていうのはもう唾液とか、うんうんうん、こんなことにも頼るわけそうなんだ、うん、ほー機密だねボクサーデージだよ本当に機密だね、うん、なんかみんなね何度も言うけども減量が相当苦しいっていうさね、うんうん、あの1週間まあ早く長くて1ヶ月本当にきついっていうね、うん、この何ていうの奥さんが行っている人もなんか、うんうんこの人も大変っていうよねあ余計痩せるっていうこの人がそうだねもう本当にお腹すいたとかではないんだよ、うん、水飲みたいんだよ、うんうん、今日も水、うんうん、なんか外走っててもどこに販売機があるとかも覚えてしまうってへえ。見てしまうってもなんかそこを避けるように走ったりとかほう、うんうんうん、もう販売機の場所までなんか把握してしまうってよへえ。そうなんだ、うん、はそういえば、今闘牛大会のないさはね、うんうん、うち初めてやらビデオで1万700円分ぐらいチビリ買ったよいや待ってよちょっと待ってよ今やらビデオ半額だよ半額いや半額なのに1万円分で DVD デージだよ半額だから半額の時に買ったわけだからいや、うん、半額で1万円分って言ったら本数何本買ってればデージだよ3本と3本7本7本ぐらい買えるわ、うんうん、あっしゃ一番古いシリーズなんか買ったのシリーズっていうか全日本闘牛大会の3日間はいはいはい全部買った3日買った、うん、最終があるでしょだからマイテッキとマイテッキとゆかり号、うんうん、はあ、はあははあ、そうそうそうはいはい、3日間の、うん、3日間超満員だろやばいよや3日間あんなにお客さん入るっていうかそう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 1992年だった、うん、それがよね、うん、あと平成の横綱衆もね買ったし3つで私サービスしてくれるわけよ、はいはい、ありがたく、うん、それで2本、うんうん、サービス
に、この日本何撮ったかな。ああ、あれ撮ったんだよ。何だった。巌流パンダと白尾のえ、うん、そうそうそう、サミット大会か、うるま市のサミットや、うんうんうん、あれ撮ってやっぱ昔の闘牛見たらやっぱり違うね。あ、うん、本当に、あ、やっぱり昔、まあ今も今までもう盛り上がってるんだけど、うん、昔って言ったら相当さね、うんうん、まずナイターさ、大体が、はい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 、あんな床屋屋上であんな大人数で、うちね、昆布家だったかな、うん、戦闘車がいるの時に、はいはいはい、ちょうどこの時俺物心ついた頃だったはず。あー、うん、で、はい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 、そのゆかり牧場だったから、今日もうほら、あの守礼門があるでしょ、うんうん、あっちからずっといっぱいだったもん車。なるほどね、うんうんうん、いや、やっぱあの時ってすごかったっていうからや、うん、はあ、しかも仕事切り上げてでも行った人もいるんでしょ、この中に。いや、いるよいるよいるよだから、え、昆布ひげるじゃんか、ちょうど20年前ぐらいでしょ、21、うんうんうん、年前とか、うんうん、はあ、はあ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 、そうそうそう、まだ前頭が多分第70何回大会とかね、うんうん、それぐらいの時で、ほう、いや、あ、今俺があの、ブルーチューブというね、 YouTube チャンネル、闘牛の試合を紹介するというものをやってて、で最近はあのここ2、3年ぐらいで、1、2年ぐらいのかな、試合のダイジェスト紹介したけど、うんうんうん、ついこの間は八重山州長の試合を YouTube で上げたわけ、うん、やっぱこれもみんな、わあ懐かしいとか、うんうんうん、で今の子供たちは、あ、こんな強い牛がいたんだっていう紹介でやってたら、うん、なんかそういったギャラさんからも好評らしく、うんうん、今度とかギャラビデオの方が、大地さん今度昆布ひげ取り上げてくださいと、おー、あー、だから近いうち昆布ひげの試合をどれかチョイスして、また YouTube で紹介するという、おー、おー、いいね、ものも過去のものね、ギャラビデオさんもあれだよね、積極的に協力してくれますね。で今闘牛がねないから、そういう風にみんな楽しんでもらって、でまた DVD を、あ、これ全試合みたいなと思ったら買ってもらえればいいさ。確かにね、そのブルーチューブもいいね、うん、あの企画面白いですよ、うんうんうん、企画面白いし、闘牛クイズよ。あ、俺最近なんか俺があの SNS で闘牛クイズあ、くだらん、もう最近もう、やることないから SNS で、あ、なんかクイズ作れるやつだって闘牛クイズやって、しかも1から9まで良かったんだよ。ああ、順調だったんだよ。10番目になってからあれね、意外と俺が東急クイズ Facebook とかで流したさ待って、あれ どんな問題出したか、ちょっと待ってよ、俺自分でも問題な、見てみよう。ね、そう、意外とよ、最後につまずくわけよ、みんな10問目で、そう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 、伊畑医師が作る東急クイズってやって、なんかサイトがあったから作ってみようやつさ、あと、あ、まず1問、闘牛で顔が白黒模様の牛を何という、うんうん、まあゼブラ、パンダ、オセロ、イゴとか書いてあるんだけど、うん、もちろんパンダさんね、うん、でゆかり号の連勝記録は何連勝、うん、まあ3択にして、うん、で左右不揃いの角を何という、うんうん、で試合中に闘牛牛が発する掛け声何という、うん、1番マブイ、2番シブイ、3番ヤグイ、4番ヤーグマイ、うん、まあこういったところはみんな当たるわけよ、うん、大体当たるんだよ、うんうん、あーいやあーいやといえば誰、1番佐久川雅秀、2番伊波守明、3番石木勇、4番赤嶺豊、うん、これは正解率 86%、うんうんうん、で7問目、正解率 68% まで落ちるのが、うん、赤嶺豊の髪型はっていうのがあったわけ、うんうんうん、1番ドレッド、2番ニグロ、3番リーゼント、4番アイパー、うんうん、答えアイパーなんだけど、うん、多分みんなリーゼントと間違えてるはずね、うん、じゃあこっちも俺悩んだリーゼントって何だったアイパー、まあこれをみんなが真剣に考えてくれてるっていうのもいいなで9番が意外と正解率は 45% なわけ、9問目、うん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 、これはちょっと難しいのが、うん、中量級、沖縄の中量級の初代チャンピオンはどれでしょう、うんうん、4択にして、うんうん、1番一心力、2番東昇早手、3番イラミナース若頭、4番フルゲンモータース王流、うんうん、これが意外とみんな間違ってるのがそうなわけよ、実は初代チャンピオンで若頭なんだよな、そうそうそう、イラミナース、うん、イラミナース若頭と当時新力号かうん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 、戦って若頭が初代王者になります、うん、ところが2回目の防衛の時に怪我してからタイトル返して、うんうんうん、その後に友人舞子流、え、何舞子流ってかな、
舞子流だよね、舞子流と、フルゲンモータース上り流、昇流、はい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 、それが決定戦やって舞子流勝って、で舞子流も初防衛戦で一心力に負けて、で一心力がその後フルゲンモータース号に負けて、そっからもう早手の時代だね。そう、稲村そこかしら、でここまでまあ正解した人がいたとします、10問目、はい、闘牛実況アナウンサー伊畑医師が試合中に一番多く発する言葉は何でしょう。1番おーっと、2番勝負あり、3番軍配は上がりました、4番車の移動をお願いします。これ正解率 30% なわけ。これよ、これ本当に俺悩んだからね、牛小屋でバーベキューの途中だったわけよ、バーベキューしてる時だったわけ。そしたら、これあるってよってかみんなに見せて、やってみるかって言って、最初までよかったわけよ、で、9番、あ、10番目だってから、マジでこの時10分ぐらい考えたからね。私、俺が本当に遊びで作ったクイズをあんな真剣に考えてくれてたんだよ。もう俺だったらちゃんと答えしっかりしてるから、俺も遊びのつもりでわざと、はい、答えは4番の車の移動をお願いしますって。で、周りから分かるかやって。10試合で絶対これ絶対移動しないだろうって、そこまで確率まで考えてたからね。やっぱおーっとじゃないかとか、また軍配は上がりましたは10試合中絶対10回は言うからとか考えるんだろ。これは引っかかったな。はい、今度またじゃあ上級編とかやっていきますので、これメルマガでも流したらもういいんじゃないですか。なんか、流せないのこれって。ちょっとやってみようね、サイトでね、いろいろ面白い企画をやっておきますので、やばい、まだ CM も流してない。さあ、伊畑医師の闘牛レッスン。この番組はやら闘牛ビデオ、居酒屋牛心、プティフール、おでん大吉、プリントショップタカ、上村酒造、菊原工務店、徳之島居酒屋よいよい、石川サービスステーション、株式会社秋政伝説、株式会社伊波重機、各社の提供でお送りしていきます。はいはい、さあ、番組をお届けしておりますよ。よいよいが入ったんだね。そうそうそう、あ、この後また居酒屋よいよい、電話つなぎますので、そうね、よいよいは道具さん、あ、そうそう、富本光さん、そう、光さんがこの人にかけてほしいというリクエストがあって、この後かけますので、そう、光さん俺と同い年かな。56年だったような気がする。あ、違うわ、59年だったでしょ、でしょ、そうよね、そうそうよね。三浦のパンダ、はいはいはい、ね、そういった話もして、あと、もつ鍋ね、はい、もつ鍋が美味しい酒屋よいよいは、この後また CM も流していきます。じゃあ、電話が7時半頃がいいって言ってたから1曲かけよう、先週もこの曲かけたんだけど、アーティスト、県外で活躍しているチムグクルさん、というアーティストがいて、そのチムグクルが歌うウルマでワイドという曲があるわけ、もう闘牛の歌、今 YouTube でプロモーションビデオもある。でプロモーションに関しては国営ビデオさんが、映像を提供してレジいい内容に仕上がってるわけ。じゃあ曲かけてる間、マスとしては、はい、じゃあ携帯で YouTube ウルマでワイドを調べてみてみ。面白いよ、あれもよかったね、闘牛の名前言えるかな。あ、後であれかけようや。かけよう、ね、じゃあお届けします。はい、チムブクルが歌うウルマでワイド、はい、お届けしたのはチムグクルウルマでワイド。 YouTube 見た？映像結構いいでしょ、綺麗な映像でね、しかもあれだね、構成もいいね、ね、牛が入場するところから始まって、そうあの優勝旗ね、受け取るところもね、はいはい、試合はこれホワイトゴッドとあれか三代目武将流かな、三代目の武将流とあれか、の試合がほとんど、時々ミッチーが打つとか、ちょっと笑ってしまうんだよ。なんか笑ってしまうんだよ。今回数見たら3回出てる。3回出てる。そう。ワイドワイドの部分で覚えてる。俺だったらカットするけどな。すみませんね、チムグクルさん、情報もっとちゃんと教えてくれなかったね。まあいろいろね、出てきてるね、音楽もね。そう。なんか闘牛というものが注目されてるはず。あ、じゃあ今日ここで1曲じゃない、三つぐさんが、飛本三つぐさんね、居酒屋よいよいスポンサーの、
この子たちにつなげてほしいということで、うんうん、毎週このラジオ聞いてる、うん、ね、どうしても出たいらしく、へ、時間空いたらこれにかけてくださいと、うん、ね、津波の津に畑ってなんて読むんだろう、つばた、そのままつばた、うん、じゃあつばた和真くんと桐生くん、ね、和真、うん、つばたね、つばた、つばた、つばた、おお、あ、違う、これじゃない、はい、ちょっと待ってくださいね、電話を一旦つなぎます、ここか、番号当たってる、だからいや、これ、いや、前、いや、違いますって言って、デジだってよ、いや、ね、本当に違う人にかけるのが一番怖い、しかも俺だよね、それね。もしもし、もしもし、はい、あ、すいません、どうも、あの闘牛実況アナウンサーの伊波大志と言います。あ、ありがとうございます。あ、ラジオ出演の件は聞いてくれて、あ、聞いてますか。あ、はい、昨日聞きました。あ、ですね、なんか出演したいのが子供さんかな、勝間くんと桐生くんと龍蓮くんです。あ、3人いるんですか。龍と、うん、3人今一緒です。あ、本当ですか。じゃあ、お、じゃあまずどっちからがいいかな、一番喋る子からがいいかな、変わってもらっていいですか。あ、喋るか、最初に、はい、誰がいいかな。つばた龍蓮です。つばた龍蓮です。はい、つばた龍蓮くん、うん、龍蓮くんは今徳之島いる。徳之島にいる。うん、徳之島のどこにいるの。牛小屋。牛小屋、牛小屋は、どんな牛がいるの、名前は。竜と男バチと、竜と男バチと、二代目竜と。竜と男バチって牛がいるの。うん。二代目竜ともいる。うん。どっちが強いの。あっち。あっちとあっち。あっちとあっちが強い。ほう。ほう。どんな技をするの、この牛は。戦い。え、戦いの準備。戦いの準備。うん、今まで戦って何回ぐらい勝ってる。1回ぐらい。どんなして勝ちよった。あのね、ひやいひやい、え、ひやいひやいってやるわけ。うん、もう一回やって、ヤグイひやいひやいってやってみて。じゃあひやい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 、かっこいい。リュウレン君今何歳ね。4歳。うん、4歳で言ったらどこの…矢田一のマネできるよ。誰のマネ。矢田一。矢田一のモノマネできるわけ。うん、矢田一のモノマネ、じゃあちょっとやってみて、お願い。ひえいひえい、また来週。あ、東急選手ワイドの最後のシーンね。ひえいひえい、また来週。あ、いいな、ワイドも見てくれてた。うん、おー、見てたわ。今日見たよ。今日も見た。うん、いっぱい見た。いっぱい見た。神谷が面白い。神谷。神谷が面白いわけ。うん。わー、ありがとうね。今、龍蓮くんの隣には誰がいるの。桐生。ん、桐生。桐生は変わってみて、じゃあ桐生くんに。よーし。はい、もしもし。あ、はい、こんばんは。こんばんは。桐生くんは何年生。2年生。2年、どこの学校ね。主な小学校。主な小学校。得意な科目、勉強は何ですか。国語。国語、お、うん、いいね。書ける漢字、どんな画数、一番画数の多い漢字、何が書ける。何習ってる漢字は。どんなのが書けるかな。太る。はい、太る。太る。うん、最近太るっていう字を覚えたわけ。うん、漢字で。あは、うん、え、自分の後ろの名前何だった。キリュウパンダリュウエンゴ。キリュウパンダリュウエンゴ。これは字書ける。書けない。まだ書けない。うん、キリュウパンダはどんな戦いするの普段。どんな戦い。速攻する。速攻するわけ。速攻。はい、得意技は速攻。はい、角の形はどんな形。どんな形。
都外。都外。いいね、はい。この龍連合の将来の目標、どんな目標を持ってますか？あんた目標。目標よ。勝ちたいです。勝ちたいです。まあやっぱそうか。勝たないといけない。勝ちたい。あ、いいね。今じゃあ龍連くんと桐生くんとあとは？富本龍とカズマ。カズマもいる。兄ちゃん。お、カズマくんもラジオ出てくれるかな。変わってごらんじゃん。はい。もしもーし。あ、もしもーし。はい。カズマさんはいくつですか？うん、です。はい。カズマくんです。あ、カズマくん。え、カズマくんは一気に年齢が上がったらいくつですか？え、自分は24ですね、今年。あ、し、24。24だった。わー、じゃあもう、ね。牛はもういつから好きになってるんですか？もう物心ついたぐらいの時ですかね。当時子供の時に覚えてる牛って何がいました？ああ、やっぱ一番印象があるのは東証ゆかりとかですかね、昔は。おお、それがじゃあもう自分が子供の時に活躍していた牛。そうですね、一番活躍してた牛ですね。この龍連くんと桐生くんはいつも牛の手伝いしてます？してます、自分が仕事終わるまで。うん、本当。何か彼ら二人にこの後聞きたいんだけど、うん、何か特技ありますかね、あの二人は。やっぱ自分に負けずに牛好きなところですかね。ああ、牛は好き、勉強も、うん、国語も得意って言った。なんか僕が聞いた話ではモノマネも誰かいろんなモノマネができるっていうのも聞いてたんですよ。あ、例えば闘牛士瀬古のモノマネとかできますかね。あれ、曲の島で言ったら、うん、ひろきさんですかね。ああ、泉ひろきさん。うん、お、泉ひろきさんのモノマネできるんですか？これ誰ができます？やっぱ桐生くん、桐生ができます。あ、桐生くん、じゃあちょっとですね、桐生、徳之島の泉ひろきさんのヤグイできますか？できます。お、できる。じゃあちょっとやってもらっていい？はい、行くよ。はい、はい、じゃあ大きな声でヤグイ、はい、どうぞ。わしのわしのわしのあ、いいね、いいね。おお、赤嶺豊さんもできるそうです。赤嶺豊もできるの？あし、いろんな人できるね。ちょっとじゃあやってもらっていい？じゃあ、はい、赤嶺豊。あーや、あーや、あーや。いや、ありがとう、ありがとうございます。じゃあ最後にもう一回龍連くんに代わってください。龍連、はい。もしもし。はい、龍連くん、最後に好きな食べ物は何ですか？ピーマンと野菜とご飯と汁。うん、え、ピーマンと野菜が好きなわけ？うん。嫌いな食べ物は？あのね、ナスビと、うん、ナスビとレモン。ナスビとレモンが嫌い。また珍しいな。うん、龍連くんは将来大きくなったら何になりたいですか？仮面ライダーじゃなくて、うん、牛。牛になりたいわけ？仮面。牛のセコ。本当。牛のセコ。仮面ライダーと闘牛どっちが好き？うん、闘牛。闘牛が好き。うん、ウルトラマンと闘牛は？え？ウルトラマンと闘牛は？わっしゃ、牛好きだな。はあ、じゃあこれからもね、牛の世話一生懸命頑張ってよ。うん、はい、じゃあ龍連くん、桐生くんで最後に、はい、携帯のね向かって大きな声でヤグイしましょう。せーの、いやーいやーやーないぜーはい、ありがとう、ありがとういいねいやいやいや、また来週、また来週まで言ってくれたな。いや素晴らしい。いや、徳之島すごいな。うん、あー、もうすごい、やっぱすごい場所だな。ああいったところはね、子供たちが元気。仮面ライダーよりも憧れは闘牛なんだよ。
接婚してたからね。いや、うん、何になるのって言ったら接婚してになるって、ね、わかっこいい。なかなかいないですよね。いや、かっこいいな。なかなかどころかいないんじゃないかな。それが徳之島ですよ。じゃあこの後 CM の後、うん、ね、もう一人かけていこうかな。はい、うん、ちょっと待ってくださいよ。一旦コマーシャルいきます。はいはい、はい、いや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 、もうね、いろいろ毎回電話つなげておりますが、うんうんうん、この方に、あのね、最近ね、うん、休んでったさ、うん、月曜日になると絶対俺に電話来るわけよ。この人にかけて、この人にかけて、おい、大使に言えって言うから。なるべくバスし、まともな人でお願いよ。なるべく一応優先順位はまともな人からだよ。道遊びじゃないじゃなくて。ね、俺も来た来た来た、あ、この人にかけてっていうのが、サプライズでじゃないよな。ヒューガー。ん？おー、うん、あれ、ヒューが今徳之島行ってるよね。うん、行ってるんでしょ、行ってるでしょ、ね、うん、銀龍グループの、うん、おー、ヒューガーか。ちょっと待ってよ、この番号かな、かけてみよう。いや、かけてほしいと、本人がではないよ、うん、ちょっと地元の沖縄の人がかけてほしいと。だから本人に伝わってるかどうかで、みんなあの人にかけてはいいけど、聞いてませんけどパターン怖いよや、うん、あ、おしゃれ、あ、おいっす、ヒューガ久しぶり。ああ、こんばんは、久しぶりです。はい、んんあ、ね、はい、ラジオっていうのはわかる？あ、わかります、はい。あ、よかった、よかった、よかった。はい、今、ラジオ中です。で、今も、あ、そうです、はい、このやりとりつながってます。あ、そうですか。そう。え、ヒューガ今もう徳之島行ったのか？そうですね、徳之島にもう引き上げてきましたね。あ、そうなんだ。はい。待ってよ。ヒューガ代理機がいたときっていつ？はい、え、何ですか？ヒューガ大力がデビューした時は何年前？デビューしたのはもう6年、7年ぐらいですね。え、ヒューガ大力のデビュー戦で不動心ね。はい、不動心です。ね、不動心とかデビュー戦よね。デビュー戦、そうですね。ね、あの時のヒューガが何歳？まだ高校、中3ぐらいですかね。か、高校1年生か。ああ、ね、そうですね。それぐらいだったよね。で、うん、そうですね。今もういくつになった？まあ、23ですね。おお、マジで23万だった。マジでな。なってますね。8年ぐらい、8年沖縄いたんですけど。あは、え、じゃあ中学校の途中までが島。そうですね、島で、うん、沖縄の中学校で卒業して。はいはいはい。それから8年ですね。へえ。最初だから沖縄から島行った時にはね、はい、もう明らかに徳之島なまりだから、そうですね、周りにやっぱ言われたでしょ、どこのなまりと。まあそうですね、言われたし、うん、まずこの言葉のキャッチボールができなかったですね。会話ですか、会話ができなかったですね。会話する内容もヒューが牛しか分からんでしょ、多分。そうですね。いた、同級生に牛の会話できる人いなかったですね。あ、いや、じゃあもうクラスで浮いてるさ、その時浮いてますね。かなり。今だったらまあ牛の仲間もいるだろうけど、うん、はい、そうですね。そっか。え、で今徳之島の、はい、どこの地域？天城町ですね。天城町の天城。あ、もともと天城なんだ。あ、そうです。あ、もともとあの瀬滝っていうところで。はあ、そうで、今実家暮らしですね。牛はいる？実家でやっぱ牛飼ってない、はい、まだ牛はやってないですね、実家は。あ、じゃあ誰かの牛舎ちょっと手伝うというか見に行ったりはしてるぐらい。あ、そうですね、毎日今、うん、一緒に。どこの牛舎行くことが多いの？今もうずっと伊藤隆久さんのとこ来てますね。ああ、はい、伊藤隆久さん、はいはいはい、はい、あそこに来てますね。はい、この間もテレビにも出て話題になってるでしょ。はい、話題になってますね。はいはい、もう徳之島ナンバーワンの瀬古だと思われてるからね、もうみんなが、ね、そうですね。もう過去に三大チャンピオンも、あ、高橋さんのところにいるんだね。はい、ずっと来てますね。そこの牛舎は何がいるの、高橋さんのところは？大会出てるのはいないですね。あ、そうなんだ。はい、全部もうデビュー前の牛とか、うんうん、病とかですね。はい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 。ああ、いや、高橋さん牛舎は聞いたらいろいろ調教徹底してるんでしょ。はい、もしもし。
ね、調教もしっかりしてるって聞くからね、あそこの牛舎は。あ、そうですね。ちょっとやばいっすよ。やばい。やばいっすよ。どんなところがやばい？いや、もうすごい綺麗好きだし、やっぱりもう本当しっかりしてますね。ちゃんとやらないと。ね、なんか餌あげる時間とか、なんかそこら辺もちゃんとかいタイムスケジュール管理してるというのは聞いたことあるし。そうですね。しっかりしてます。ね、だはい。から、ね、あれか、邁進竜もね、絶あ、好、そうですサミッね。トの時絶好調に仕上げたのも高久さんでしょ？そうですね。そうですね。ああ、すごいな。え、今日ごめんね、俺、ヒューガー、はい。周りに誰かいるの？あ、いますよ、たくさん。あ、そう、つなぎたい人いる？ちょっと変わりますね。はい。はい。いや、大使なんですよ、ラジオ。もしあ、もしもし。あれ、もし。はいはい。この声は、え、高橋さんですか、もしかして。はい、そうです。わあ、どうもどうも。ー。これもうね、ラジオが、ね、流れてますので、よろしくお願いします。そうでしょ。で、これね、ラジオで、うるま市中も聞いてるし、最近、携帯アプリで、県外からも聞いてる方多いので。はいはい。でももう、高橋さん、あれでしょ、もう、何ですか？テレビも出たからもう大丈夫でしょ、大体。いやいや、もう恥ずかしいですよ。テレビの反響すごかったんじゃない？すごかったですね。俺でも、なんか知り合いの大阪の方から、闘牛界で伊藤って有名なのかっていきなり聞いたから、何のことかなと思って。ああ そうですか。いや、高橋さんは今、いくつですか？何年生まれでしたっけ？平成元年ですね。平成元年ってこはとい。は 32？ 30、今年1ですね。ああ、今まで自分がこう、まあ、預かりとかでも調教して飼育してチャンピオンになってほしい、どれがいました？どれがいいかな。まずは、マルショー組、花形。ああ、マルショー組花形。はい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 。うんうんうん。邁進竜。邁進竜、おお。天竜を、つかあ、ない。天竜王。おお。名牛を扱ってるね。すごいね。でも全国サミットの時にも邁進竜、ね、ですね。預かったんですよね。あれって何ヶ月はい前はい。から預かりました？あれはだいたい100日ぐらいじゃないですかね。3ヶ月前とか。100日前ですね。100日前。わあ。でもね、僕らの印象では当時、ちょっと痩せてるなって思ったんですよ。送った時ね。あれをよく、ね、5月のサミット万全な形持っていきましたね。負けたから意味ないですけどね。いや、俺が聞いた時でも、あるでしょ、本当に誰にも牛見せなかったんでしょ、当日まで。はい、見れないですよ、牛は。もう誰にも見せない。はい、見せないですよ。やばい、俺もそこはデージ徹底してたよって聞いてたから。なんかあれ、邁進竜が入ってきた時に、うおー、仕上がりやばってみんなが、会場がちょっとざわつくっていうね。ああ、そうですか。いや、でもね、みんな楽しそうですね、徳之島の人たち。はい、楽しいですよ。ゴールデンウィークは何して過ごしました？ゴールデンウィークは普通に過ごしましたね。普通に。普通に臭かって過ごしましたね。そっか、じゃあ、連休っぽいことしてないんだ。してないですよ。ああ、そうですか。はい。今後なんかまた旗取れそうな牛、牛舎にいますか？旗取れそうな牛しかいないですわっね。し、かっこいい。はいいね。わかりました。じゃあ、これ楽しみにしておきますよ。旗取るまで。高井さんに、い、わかりました。マストシがちょっと質問があるって。はい、どうぞ。吉川源太に行っている、そばに。ああ、吉川源太ですか。うん。ああ、いますよ、ここに。中野浩一が説に変あ、わってちょっとだけ変わってもいいですか、吉川源太さんに。じゃって。ああ、ちょっと変わりましょうね。はい。はい。草刈りボーラそうです。はい。あ、もしもし。あ、もしもし。はい。あ、すいませんね、生放送中でですね、僕、スタジオに伊波大使とですね、池原正俊の2人がいるんですけど、はい、まさとし知ってますよ。あ、知ってます？わあ、はいはい。中野浩一さんからのリクエストでですね、はいはい。はい。ぜひつないでほしいと。はい。なんか質問があったっけ？特に。そう。つないでほしいと、多分。じゃあですね、ここはじゃあ、誰か代表して最後、ヤグイで締めてほしかったんですよ。あ、役入れ締めてほしいんですか？皆さん、できます？あれはちょっと、うん。ゴール
ここで行こうって回りましょうかな。ここで一発、もう番組がね、あと残り時間わずかなので、最後にこう、携帯に向かってですね、ヤグイで締めてもらいたいんですが、いいですかね。5代にヤグイ締めましょうね。お、5代さんっていう人がまたいるんですか。あー、いるけど、マジで断ってるんですけど、はい。そしたらヒューガーにやらせてみましょうかね。あー、いいですよ、いいですよ。はい、じゃあ3人揃ってでもいいです。高久さんも揃ってでも。あ、じゃあボスにさせます。はい、ボスお願いしますよ。あー、もう。はい、ボス。過去に3頭のチャンピオンをね、調教飼育した。いや、大きく出したから。あ、もしもし。はいはい、ヒューガー、じゃあ、最後なんかちょっとヤグイで締めてほしいということで、はい、なんかいいですか。はい、はい、ちょっと。牛舎なんで大きい声は出せないんですけど、はい、小さい声で。いいですか。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。ヒーアイでいいですか。ああ、いいよ、なんでもいいよ、もう。はい、わ、はい、かりました。じゃあ行きますね。はい、お願いします。はい、ヒーアイヒーアイ。あ、なるほど、これは本当に牛舎で今大声出せない状況なんだな。そうですね、牛がちょっと暴れてしまうんで。なるほど、オッケーオッケー、わかった、はい、ありがとう。すいません、ありがとう、ありがとう。はい、はい、ありがとうございます。また CD で高久さんの役に流します。はい、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。そうか、ヤグイやったら牛がもう急に暴れてしまうから、あ、待っててしてますね。いいね、そこらよね。ヒーアイヒーアイ、また来週よりか、徹底してましたね。あ、素晴らしい。さあ、もうそろそろお別れの時間が近づいてしまいましたが、もうこの番組、あ、そっか、もうあと1回 CM 流してもでも終わりになってしまうな。ちょっと CM 行きましょうね、先にね。うんうんうん、いや、もう番組お別れのお時間です。あともう少々ですね、うん、はい。そしてこの後また8時からも生放送ですよ。スタジオには、はい、マサヤさん、小杉さんです。はい、こんばんは。今日もよろしくお願いします。あ、ね、あ、先週休んだのか。そう、先週そうですね、お休みでしたね。先週休んでからの、はい、今回放送となっておりますので。8時の番組揃ったのって月に何回。いや、でも最近、最近揃ってるよ。優秀だよ、優秀だよ。最近は大丈夫。マサトシよりは出席の方が多いよ。フィギュア、フィギュアをしないからね。そう。今日はまたテーマフリーで、はい、ね、いいですね、お届けしてきますので、はい、好きに内容を送ってきてください、はい、よろしくお願いします。さあ、東牛列線、この番組はやら東牛ビデオ、居酒屋牛神、プティフール、おでん大吉、プリントショップ高、上村酒造、菊原工務店、居酒屋よいよい、石川サービスステーション、株式会社秋政伝説、株式会社伊波重機、各社の提供でお送りしましょう。はいはい、さよなら。